あの事故から物がよく見えなくなって、だんだん暗くなっているんです。光をなくした女。あっちで育ったんだろ、日本人じゃねえよ。ボケ、文句あるのか。闇を抱える男。そんな孤独な二人を引き合わせたのは、どなたですか？そして始まった不思議な共同生活。誰かいるの？そんなわけないか。ありがとう。一人で外歩く練習しようか。いや、私が外行くとみんなが迷惑するの。ずっと自分の居場所を探してた。でもやっと分かった。本当に必要なのは場所じゃないって。暗いところで待ち合わせ。